こんにちは、アテナリの角本です。本日はご覧いただいてありがとうございます。今日は銀座本地さんの夏の小物展に向けて制作しました、いろいろなソーシングご紹介してまいりたいと思います。アテナリさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回も素敵な作品をたくさん届けていただきましたけれども、まずはこちらのかんざしの方からご紹介よろしくお願いします。はい。こちらのかんざし、水牛角の生地に蒔絵の技法を使って一点一点手書きでオリジナルのデザインで制作しております。銀座本地さんではもう10年以上こちらのかんざしを取り扱いいただいているんですけれども、軽くて丈夫なので、皆様から好評いただいております。こちら今日5点ご紹介してまいりたいと思います。まず夏らしいモチーフということで、こちら朝顔ですね。すごい素敵ですね、涼やか。かんざしという言葉の、もともとの意味は紙に刺した草花っていうことなので、毎シーズン必ず数点こういった自然な流れのあるモチーフでかんざしを制作しています。こちら先ほどの朝顔、こちら鉄線ですね。ちょっと初夏の頃にたくさん綺麗な鉄線の花を見る機会があって、今シーズンちょっと初めて取り組んでみた柄になります。はい、女性らしいですね。そうですね、とても柔らかい雰囲気があります。はい、であと、夏の涼しさ、目から入ってくる涼感もそうなんですけれども、はい、こちらは水の音ですね。はい、涼しげな水音をイメージしたもので、銀の粒とあと青い螺鈿のポイントが入っていて、体の動きに合わせてとても綺麗に光ってくれるかんざしです。キラキラと光りますね。そうですね。こちら2点が蛍をテーマにしたもので、黒い水牛の生地に、長いこうシュッシュッという草の影、夜の闇に紛れて少し見えにくくなってはいるんですけれども、あえて黒い漆で塗り込めて、逆に蛍の金の光をポイントにデザインしたものです。はい、こちらの角度によってすごい綺麗に見えますね。はい、こちら大小2種類ご用意しております。